どうも皆さんこんにちは、スーパー GT 公式応援団長のコニアでございます。さあ今回なんですけども、 SWDC のバージョンアップによって新しく実装された店内対戦モードで、こちら豪華メンバーの皆さんと SWDC ガチバトルを行いたいと思います。皆さんよろしくお願いします。まずはレーシングドライバーであります山田慎之介選手、自己紹介よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、チームタイさんの山田慎之介です。さあそしてお隣でございます、同じくレーシングドライバー平手浩平選手。はい、皆さんこんにちは、APR の平手浩平です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続いてお隣でございます。はい、プロゲーマーの坂ブランカです。今日はこんな機会めったにないと思いますので楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてお隣でございます、ソラさんでございます。レースゲーム代表のソラです。今日はプロレーサーさんたちとプレーできるということなので楽しんでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして最後になります、 PM リョウさんでございます。レースゲーマー代表の PM リョウです。今日は楽しみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、この豪華メンバーに私も加わってですね、誰が一番 SWDC で速いか、これを決めようと思います。絶対に負けられない戦いが SWDC にはある。さあ皆さんお楽しみに。さあ改めて皆さんスタンバイいいでしょうか。いいね、この絵いいね。さあそして今回はですね、なんと新たにこれ導入されたスポーツランドスゴーで行います。イエーイ。スピードが高い SP コーナーは、さあスタート順は1コーナーの皆さん、スタンド席の皆さん、おお、なるほど、最終コーナーの皆さん、やっべ、後ろ平手選手とか山田選手みたい。ありがとうございますっていうだけでもう興奮してますドライバーたちも闘志が伝わってきますね。スタートの瞬間が近づいてきました。前車完璧な走り出し、うわすげえ、やっぱ速い速い。
さあレースを終えたお二方 GT500 クラス、まず山梨の選手、はい、2位でございます。あ、よかった、よかったです。見てください、お隣の先輩。ちょっと作戦がおかしいな。作戦おかしい。やっぱ物言いですか、これ物言い。ちょっと最後やっぱこうスリップ使って僕前出すっていう感じだったんですけど、そのままやったーとか言ってゴールしてボイスやると思ったんですよ。なるほどね。いや言い訳だな。でも2位なんですよね。2位ですよ。まあ上手い人いましたけど、あっちにね。はい、でもお二人から見てもやっぱその上手さっていうのはどういうところがあったりしました、見てて。やっぱりでもミスがないですよね。僕、うん、もうちょっとブレーキミスしたりもしましたからね、中では。そのレベルなんですね、はい、そういうことさえもちゃんと再現できてるこの、ね、リアルさっていうのがやっぱりすごくないですか。すごいと思います、はい、ということで改めてお二人、はい、素晴らしい成績、はい、入社員おめでとうございました。その際優勝おめでとう。あのね、やっぱもう300とはもう画面の動きが全然違います、ね、うんうんうん、まあ、あとやっぱやる動作も、うん、すごい多くて、うんうん、直線が速いだけじゃなくてコーナリングも300より全然速いので。ビビオさんいかがですか、このスピードの感じ。いやもう500の方がなんかこう走ってて爽快感があるので楽しいですよ、うんうん、いやチョコブラガちゃんね、やっぱりこのなんかみんなもなんかレーシングドライバーもみんなものめり込むぐらいのこの SWTC のね、天然ですやっぱりいいっすね、これいいですね、みんなでワイワイがやっぱ最高ですね。いやでも改めてね、1位素晴らしい成績おめでとう。本日ご紹介したですね、 SWTC2019 注目の店内対戦モードであったら仲間同士ワイワイ世界一のスーパー GT を楽しむことができる。